はい、じゃあチャンピオンの、うん、まあ、スウェットになるんですけど、なるほど、まあ、ただのチャンピオンではないんですね。なるほど、はい、はい、まあ、ちょっと見ていただくと、うんうん、こっちか、こちらにですね、お、はい、ブラックチャンピオンありまして、はいはい、まあ、ソフドットとあと N ハリウッドっていうブランドの、まあ、3コラボっていう形でやってまして、まあ、タグもこういう感じなんですけど、本当だ、珍しいね。そうなんですよ、これ結構あの可愛くて、うんうん、刺繍あって、後ろにも同じ刺繍があって、おっと、着てる後ろ見てもなんか表なのかなっていう、うん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 、ちょっとなんかこう変わった感じのデザイン、へー、はい、面白い、可愛いですね、可愛いです、シンプルだけど可愛い、はい、はいはい、じゃあアンノウンというブランドの、クロスで、うんうん、ストーンついてる、お、はい、かわいい、そうロゴっていうんですかね、うんうんうん、後ろにもフードにもあるんで、なるほど、めっちゃかわいいですこれは、はいはい、で結構派手に見えるんですけど、うんうん、デニムとかと合わせても合わせやすいですし、うん、まあ、黒にしちゃってもめっちゃかっこいいんで、なるほど、こちらもおすすめの商品、はい、はい、こちらが、まあ、シュプリームですね、はいの、まあ、トラ柄っていうんですかね、タイガーの感じのプルオーバー、はいはい、あのラックになっております、うんうん、で素材もちょっとフリースっぽいので、なるほど、高いですし、はい、まあ、デザインめちゃくちゃ可愛いですこれ、うんうんうん、個人的にもこの柄すごい好きで、うん、配色も可愛いので、はい、おすすめにしました、はいはい、こちらですね、マムートのダウンジャケットになりまして、うん、やっぱりアウトドアのブランドなので、うん、性能は間違いないと思います。なるほど、はい、うん、で結構、シルエットもですねシュッとしているので、うん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 、こう普通にまちぎとして着ても、うん、あの結構かっこよくシンプルで着れるので、お、はい、まあ、おすすめさせていただいたというところになります、はい、バン